ちは、トラベルフォトグラファーのモロンノンです。今日は新宿にある北村写真機店に来ました。北村写真機店は2020年7月にオープンしたばかりの写真とライフスタイルが融合したお店になります。新宿駅の東口から徒歩3分くらいで、駅からも近いんですけど、入り口がこんな感じ、結構そんなカメラめちゃくちゃ詳しいみたいな感じじゃない人でもすごい入りやすい雰囲気の入り口です。2階は新品カメラフロアです。これはかなりテンション上がりますね。今日はギャラクシーにオズモモバイルを捨てて撮ってます。もうキャノン、富士フィルム、ハッセル、ペンタックス、ニコン、ルミックス、オリンパス、そうそうたるものが全てのありますね。ソニーももちろんある。私がいつも使ってるのはこの 7-3 ですね。お値段は今新品だと20万円らしいです。ここのフロアでは新宿のヨドバシカメラとかにもあるような量の800種類程度のカメラとレンズがあるらしいです。例えばここだとソニーの α7 に付けられるレンズが全体的に上下にこう置いてあるそうですね。なので α7-3 にちょっと単焦点の選択肢何があるかなって思ったらここを見れば分かっちゃうのがすごいいいですね。ここはフィルムと写真集があります。フォトブック、友達のマーマオやジョータくんなどの写真集もあった。あとこっちはこの席でスマホでアプリを入れると座って写真のプリントができるそうです。お隣にスターバックスもあるのでスタバでコーヒーを買ってここで雑誌を読みながらプリントを待つこともできるそうです。4階はフィルムカメラがメインのフロアです。ライカやセル、私の大好きなバケペンなども置いてあります。こちらは4階の中古デジタルカメラコーナーです。私も使ってる α7 シリーズが一番安いので旧型の7で5万円とか2とか2で8万くらいですかね。私のこのカメラの動画見て気になっていた方はぜひ新宿の北村写真機店で片落ちとかでも安いのが売ってるのでぜひ早い者勝ち。カメラに対しオールドレンズをつける時のマウントアダプターがずらりと80個とかでしたっけ、70くらい70くらいあるそうです。だからもう好きなレンズが試し放題ですね。サロン、こちらの高級感あふれるところはライカのブティック。お値段は凄まじいものたちがいっぱいありますね。ゼロが一つ増えますね。
っぱりいいですよね。お値段は可愛くないですけど、もうなんか高いだけの理由があるっていうカメラ、本当に。お値段はおいくら？笑っちゃう。1000万円、100万円のライカさんがエルメスとコラボしたヴィンテージのやつが1000万円で売っているそうです。この子たちは作ったそうです、売っているそうです。カメラのステッカーとかも、カメラのブローチとかもあってめっちゃ可愛い。私の愛用してるコンタックス T2 の T3 かなとかもありますね。本当、写真始めたての人とかでも、女の子とかでも入りやすい、女の子でも一人でも入りやすいお店なので、新宿に来た時には北村写真機店来てみてください。ということで、今日は新宿にできた北村写真機店のご紹介でした。実は北村写真機店さんは代官山の蔦屋の近くにある時から行ったことがあって、その時には何人かで富士フィルムの写真展をやらせていただいたり、そこでモロンノンのパッケージの写るんですを実はちょっと販売させていただいたりしたこともあったお店なんですね。で、結構北村写真機店代官山に行くと友達とプラって遊びに行ってたんですけど、去年くらいに亡くなってしまって、でちょっと今回新宿に6倍くらいの大きさになってお店がまたできていたのを見てすごい嬉しくなりました。それではトラベルフォトグラファーのモロンノンでした。普段は写真教室や日常のお出かけ動画を YouTube にアップしているので、少しでもいいなって思ったら高評価やチャンネル登録をお待ちしてます。ではまたまた。先ほど動画を閉めたんですけども、ちょっとライカブティックとかを見ていたら、ずっと私が気になっていたレンズがございまして、今回雑誌の花子の取材協力でちょっと来てたんですけど、買ってしまいました。さあ、モロンノンが何を買ったのかはまた今度のレンズレビュー動画をお待ちください。もうちょっと後になっちゃうかも。ではでは、またねー。